今日はまさかの第2弾です。キリキリちょもちょも、クールちょもちょも、今日はいい日だね。ダメです。はい、オッケーということでやってまいりました。よろしくお願いします。今日はなんと前回全く好評を記さなかったあの企画の第2弾を決行しようと思います。ということで早速こちらです。うまだ中にもあるし、ちょっとこれちゃんと並べないといけない。くるくる。はい、綺麗に並びましたよ。こちらですね、差し入れでいただきまして本当にいつもありがとうございます。今回ちょっと量が多いので一気に全部食って順位をつけるのではなく、食べながら感想を言いつつゆるくやっていこうかなっていう今日この頃でございます。ということでいきましょう。レディーゴー。ちょもちょも。それではですね、パッパ行きましょうね。この中に、まあ、ちょっと苦手っぽいものが何個かあるので、もうそっちから先行こうかなと思います。まずこちらですね。はい、ドン。桜大根。前回くるちゃんが昔食べててすげえ好きって言ってた例のやつですね。冷やして食べると美味しいよって書いてるんですけども、なんだろうな、色がやばいし、なんか悪そうなものがいっぱい入ってるな。メタリン酸ナトリウム、甘味料、アセスルファム系、アスパルテーム、エルフェニルアラニン化合物、 V B1、 保存料ソルビン酸系、着色料赤102。着色料って体に良くないんじゃなかったっけ。ちょっと食べましょうね。酸っぱいな、匂いもでかいな。ほんでもう駄菓子のレベルじゃないぐらいでかいね。もういいです。くるちょもチャンネル。はい、次こちら、よっちゃんの桃兄弟。これ裏にこの桜大根と同じこと書いてる。ほとんど甘味料、ステビア、アセスルファム系、アスパルテーム、エルフェニルアラニン化合物、乳酸カリウム、ペーハー調整剤、唐辛子抽出物、保存料ソルビン酸系、着色料赤102。体に悪っせえな。見たいと思います。あー、ダメな匂いしてる。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。
ごめんなさい。